くれました、来てくれました。そして鈴鹿のベルディ、鈴鹿がベルディ君ですね。はい、ちょっとベルディに隠れながら、さくらちゃん、あ、こんにちは。初めましてじゃないよね、よくお会いしますね。はい、続きましてドンファン君です。ドンファン君、ドンファン君なんかね、車いじってる。じゃあ車いじってるのはベルヒさんですね。あ、いじってるのはそうか、ドンファン君じゃないや、ドンファン君隠れて見えないや。ちょっと、はい、大きいね。ちょっとね、みんな大きいね。大きい、ちょっと詰めれる。ベルディこんなに大きかったっけ。ピカチュウ後ろから見たら、え、みんなボール投げないでねって。はいはい、この後ですね、さくらちゃんとドンファン君とレビさんには、ご当地キャラオンステージということで、はい、コントやっていただきます。でその時に詳しくは説明させていただきますが、その前にですね、ゆめはんま、まいりん君から、自己紹介をしていただきたいと思います。落ちないでね、まりりん君ね。はい、喋れるんでした。ご紹介させていただくのは伊勢まいりん君、伊勢市環境公害青年部の岡田さんからご紹介いただきます。皆さんこんにちは。公益社団法人伊勢観光協、伊勢市観光協会の公式キャラクター、伊勢まいりんくんです。どうぞまいりんくんって呼んでください。まいりんくん。はい。今日は伊勢のお友達8番ののれそれチームの応援に駆けつけました。伊勢のことが大好きな伊勢まいりんくんは、伊勢のことをいろいろ発信しながらいろんなところに遊びに行きますので、どこかで会ったらまいりんくんって声かけてあげてくださいね。はい、ありがとうございます。伊勢のまいりんくんです。結構ね、イベント会場とかよく現れますよね。そう、さあ続きまして、はい、鈴鹿市はベルディくんですね。皆さんベルディくん知ってますか。はい、知ってます。もう今日あのベルディ君喋れないんでね、特にね、設定もこれといってないという風で、ご紹介までとさせていただきます。大きいよね。私の角も大きいけどさ、張り倒されそうなぐらい。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また会場でですね、お見かけしたらですね、皆さん記念写真なんかですね、ぜひ一緒に撮ってあげてくださいね。はい、それでは、はい、さくらちゃんとドンファン君とレビさんの、はい、ステージが始まりますので、マイリン君とベルディ君は退場と一緒に帰りましょうかということで、はい、私も一緒に退場します。ベルディ君一緒に行きましょうか。はい、二人に大きな拍手でありがとうございました。今前に座っている皆さん、この3体のファンとかですか。あ、今日どちらから見えたんですか。今日どちらから。四日市から。ありがたいですね。さくらちゃんのファンですか。あ、さくらちゃんグッズいっぱいつけてますね。さくらちゃんファン多いよね。すごく多い。フェイスブックとかでもよく見かける。かわいい、かわいい。さあ、それでは、はい、ご当地キャラオンステージということで、準備よろしいですか。バッチ。マイクですね。マイク、このマイクでいいの。はい、マイクこのまま渡しますね。じゃあ、二人にマイク。なんか声出るね。おおお。いきます。あ、こんにちは。大阪から来ました、ドンファンです。大阪淀川区を起点に元気と笑いを発信するドンファンです。覚えてってね。ドンファンってけど犬なの。いい、犬だよ。狼じゃねえよ。犬だよ。けど夜は狼です。うるせえよ。子供たちいるかやめて。で、こちらはご存知、三重県津市の芸能庁の竜王さくらちゃんですね。さくらちゃんはね、今日ちょっとさっきの服と違う感じで可愛い形になってるね。すごいね、こんな可愛いさくらちゃんですが、ドンファンの妹のような感じで可愛がってるんですね。で、さくらちゃんがお兄ちゃんと思ってくれてるかどうか、思ってくれてるの。大丈夫、思ってくれてる。思ってねえよ。よかった、思ってねえとか言うな。うるさいな、このおじさん。で、ここのうるさいおじさんは新潟県から来た。はい、言って、自分で言って。誰、新潟県から来た誰。俺けど喋らんキャラなんだけど。喋ってんじゃん、めちゃめちゃ普通に。で、気になるんだけどさ、出口です。なん、どこにマイク当ててんのよ。これは独身術です。顎でしょ、顎。おかしいよそれ。
で、メルヒさんってね、さくらちゃんは竜の、ね、竜の女の子なんですけど、ドンファン犬ですよ、見ての通りの。で、このおじさんは、なんでしょうね、モチーフが。よくわかんない。あ、わかった。新潟の、新潟県の漬物屋の親父でしょ。違う違った。なんでやねんか拾えてないから、動きでかすぎて。一般人じゃそれじゃん。えそれじゃ一般人じゃん。一般人じゃないよね。もっと偉い人。あ、もっともっと。ね、なんだっけな。105年前に、いいのいいのいいの?105年前に、初めて、下ネタやったおじさんでしょ。違うか違うか今でも言ってるもんね。なくて、なんだっけな。一応これでも県の公式キャラ。公式キャラ。怒られちゃうね。あ、わかった。少年よ大将だけって言ったらそうでしょ。それはクラークだ。外人が全部一緒に見えるからね、ドンファン。だってこのドンファンだって、なんかけど、足びしょびしょだよ。うるさいよ。昨日雨降ってたんだよ。だあ、わかったわかった。アメリカ大統領に立候補してるでしょ。トランプかいトランプか、それは。なんか外人全部一緒に見えるの。なんだっけな。レルヒです。レルヒ。レルヒ、レルヒ、レルヒ、レルヒ少佐。わかりました。レルヒさんといえば、100年前に新潟にやってきて、日本に初めてスキーを伝えた人でしょ。その通りです。そう、偉い人なんですよ。行動が伴ってませんけどね。ところでね、レルヒさん。実はこのね、可愛いさくらちゃんなんですけど、さくらちゃんって喋んないじゃないですか。え？で、ドンファンレさん喋るけど、普段。俺も喋らないんだけど。喋ってんじゃん、めちゃめちゃ。ね、そんなさくらちゃんの声聞きたくない？え、ねえねえ、聞きたくない？さくらちゃん喋るの？で、今日はね、さくらちゃん喋れないんですけど、特別にドンファンが魔法をかけて一時的に喋らせようかなと思って、聞いてみたい？聞いてみたい？聞いてみたい、聞いてみたい、聞いてみたい。いや、レイジさんが想像するさくらちゃんどんな声だと思う？やっぱりね、かわいい。かわいい。私、さくらよって感じ。かわいくねえよ、それ天使のような感じの。そうそうそう。アニメ声かな。うん。ね、ちょっとやってみようか。やってみて。さくらちゃんいい？ちょっとね、じゃあ、お兄ちゃん、今から魔法かけるからね。いくよ。10ゲーム、10ゲーム、五行のすりきれい。さくらちゃん、一時的に喋れるようになれー。私、さくらよ。ちょっと恥ずかしいわね、喋るのって。汚え声じゃん、これ。めっちゃブスの声やったな、びっくりした。おかしいな、さくらちゃん。ちょっと何や、ブスの声って。ねえ、ドニーちゃん。私ね、実は、ちょっと今恋してるの。え？恋？恋って好きな女、何？何？何？優勝した？恋？優勝した？カップか。え？ボケがよくわかんない。やって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 で何さくらちゃんさでね今好きな男の人がいるのえさくらちゃんってどのタイプが好きなの私ね王子様のような優しくてかっこいい人が好きあそうなんだなんだその声はさくらちゃんちょっとねじゃあねお兄ちゃんからアドバイスしとくかさくらちゃん可愛いからね喋らない方がいいと思うよ失礼しちゃうわねもう何よプンプンすごい声やな大丈夫かな、ね、ちょっとキャラ崩壊だね、まあ、さくらちゃんちょっと怒ってる間にちょっとね特技をやりましょうか犬のカンフえちょっとマイク持っててどうも犬のカンフやりますねあれ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 OK! 拍手これでもね、24年間練習してきました。7歳だっちゅうの。うん。で、この犬のカンフをね、なかなか修行しないとできないからね。なかなかできないですよ、簡単には。おい、狼？はい。俺にそれ貸してごらん。やめた方がいいんじゃない、藤さん。俺だってできるよ。怪我するよ、大丈夫？レイさんがね、今から挑戦するらしいですよ。じゃあ、レイさんのカンフーを見てみましょう。
バカだな。ちょっとちょっと、あんたたちいい加減にしなさい。失礼しました。